Hello everyone and welcome to Taki's Medical Monday. 皆さんこんにちは、今日はですね、いつもは物語のね、朗読と、解説もしくはお話をしてるわけですが、今日は自分の好きなテーマ、医学ですねのビデオを撮りたいと思って、ちゃんと編集もちょっとしてリリースしてみようと思いました。すごくいいソフトウェアを見つけたんで、この Vrew っていう VREW っていうソフトウェアがあるんですけど、これを使って字幕をつけたりとかしています。皆さんもぜひね、このソフトウェア使ってみたらいいかなと思います。別にね、この会社からお金もらってるわけじゃないんですけど、とてもいいと思ったんで、はい、おすすめです。ということで今日は COVID-19、 皆さんご存知ですね、コロナウイルスですね。もう知らない人はいないというくらいのテーマです。ちなみにですね、これウィキペディアの記事ですね。これ著作権的にどうなのっていう方は、Creative Commons、 こういった共用、そしてリミックス、これを部分的に変えることも大丈夫だよと。ただしっていうことですね、 Attribution、 ここから来たものだよということを明確に示さないといけない。そして Share Alike ということは、私のこのビデオも Creative Commons、 勝手に使っていいですよということです。おそらく私のビデオを勝手に使いたい人はいないと思うんですけど、万が一使いたい場合は私に許可なく、私のこのね、YouTube ビデオから来たよっていうことを、そこで示していれば多分使えるんだと思います。はい。ということで始めたいと思います。COVID-19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19 is a contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. ですね、コロナウイルス。コロナウイルス病ですね。disease。一緒に覚えてほしいなと思う言葉があります。ここに書いちゃうんですけど。contagious。contagious ですよね。これは感染性。それでは非感染性はどうなのかっていうと、NCD。こういう言い方もあるっていうことをちょっと覚えておいてほしいなと思いました。is a contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. で、これ結構長い名前ですけど、severe っていうのは重篤ということですよね。で、その反対が minor、軽症とかね、そういった意味ですよね。severe、だから、重篤な病気なんですね。acute、これは急性ですよね。その反対は慢性、chronic、これも一緒に覚えておきましょうということです。Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Respiratory っていうのはこう呼吸器性のですね。他にも Cardiovascular とかね、Neurological とか、システム、器官系を指す言葉はたくさんあります。呼吸系、循環器系、Neurological。こんな感じですね。はい。Respiratory Syndrome ということで、呼吸症候群ですね。Respiratory Syndrome 呼吸症候群という言葉になります。コロナウイルスというのは、ウイルスの一種ですね。ということで SARS-CoV-2 という、別名があるわけです。 The first case was identified in Wuhan, China in December 2019. The disease has since spread worldwide, leading to an ongoing pandemic. Ongoing で現在進行形のパンデミック。パンデミックは何かっていうと、いろんなところで感染が起きているということですね。世界中でという意味です。で、一緒に覚えてほしい言葉がエピデミック、エンデミック。エピデミックっていうのは、一過性の、ある特定の地域で爆発的に、起きたということですね。例えば、エボラとかはエピデミックですよね。一時的に爆発的に感染が起きた。エンデミック。これはですね、特定の地域にずっとあるっていうですね。例えば、私、マレーシアっていう国にだいぶ長いこと住んでたんですけど、マレーシアでは、デング熱。デンギ。デンギフィーバー is endemic in Malaysia。特定の地域に特有のものであるという。あとで言ったら、例えばそうですね。ちょっと前の話ですけど、日本の南の方で、宮入害による、日本重血中症がありましたよね。
それはエンデミックトゥジャパン、ジャパニーズシストスミアシスですよね。といった感じです。エンデミック、エピデミック、パンデミック。この3つの言葉の違いを、確認しておくといいかなと思いました。symptoms、症状ですよね。おそらくこれは皆さん知ってると思うんですけど。signs。さて、symptoms and signs。この違いって、皆さん分かってますかね ?symptoms。症状ですよね。signs。兆候ですよね。symptoms っていうのは、こう、まあ、患者さんが、こう、訴えることですよね。発熱があるとか、倦怠感があるとか、息が苦しいとか、symptoms ですね。signs っていうのは、まあ、具体的に、こう、測って分かるものですね。37.5 度の、熱があるっていうのは、sign ですね。あとは、なんか、こう体にボツボツができる。発疹があるっていうのはサインの一つ。この二つの言葉は、明確に分かっておくといいかなと思います。Symptoms of COVID-19 are variable. Variable っていうのは可変性っていうことですね。こう、はっきりしてない。いつも同じではないということです。But often include fever, cough, fatigue, breathing difficulties, and loss of smell and taste. Fever, 発熱。cough, 咳, fatigue, 倦怠感, breathing difficulties, 呼吸困難, そして loss of smell and taste, 嗅覚と味覚の欠如。これ結構、コロナウイルスに特有的ですよね。Symptoms may begin 1 to 14 days after exposure to the virus. 症状が1日から14日後。この症状がですね、このコロナウイルスの非常に嫌なところなんですけど、ウイルスに暴露してから、エクスポージュ、暴露ですよね。暴露してから、1日から14日間してから、症状が出始めるんです。だから、その、ウイルスを持ってる人でも症状がないステージかもしれないですよね。だから、知らず知らずのうちにこう、ウイルスを撒き散らしているという事態にもなりかねないということです。At least a third of people who are infected do not develop noticeable symptoms. これも非常によろしくないことで、a third、感染した3分の1の人が do not develop noticeable symptoms ということは、分かるような、症状がないんですね。だからもしかしたら私も知らず知らずのうちにコロナウイルスに感染していたかもしれない。ただ単に症状がなかっただけでということですね。でしかも、症状がないというだけで、こう、感染性が、ないわけではないのです。ということは、症状がなくても感染、人に感染しうるということですよね。で、それが、例えば、お年寄りだったら、致死率が高いわけで。といったことで、すごくめんどくさい、病気なんですね。Of those people who develop noticeable symptoms, most, 81%, develop mild to moderate symptoms, up to mild pneumonia. 症状がある人たちの中で、81% ぐらいが、軽症から中等度の症状。up to, なんとかまで。mild pneumonia, 軽度のこう肺炎まで。while, 14% develop severe symptoms. で、14% ぐらいがこう重症の、症状をきたすらしいですね。dyspnea, これは、breathing difficulties と同じ意味ですけど、呼吸困難。hypoxia, これは、低酸素症ですね。or more than 50% lung involvement on imaging. これは、例えば、その X 線とか CT とか撮った時に、肺の 50% 以上が、何らかの、こう、変異をきたしているということですね。だから、CT とか X 線とか撮らないとわからないことです。and 5% suffer critical symptoms. critical というのは、致死的な症状ですよね。respiratory failure, 呼吸不全。shock or multi-organ dysfunction 多臓器不全ですね。 All the people are more likely to have severe symptoms、年寄りの方がさらに重篤な症状をきたすことが多い。 Some people continue to experience a range of effects known as long COVID for months after recovery and damage to organs has been observed。 コロナウイルスにかかった、一握りの人はですよ、Long COVID、慢性なコロナウイルス症候群にかかることが知られていますということですね。ということは、普通、風邪とか治ってしまえばすぐそこで、終わりなんですけど、
この、まあ、コロナウイルスの場合は、まあ、だいぶ長いこう後遺症みたいなのがあるというらしいですね。まあ、臓器にダメージがあるというらしいです。Multi-year studies are underway to further investigate the long-term effects of the disease. そうですよね。こう、蔓延してからこう、まあ、2年ぐらいしか経ってないわけで、それ以上、例えば5年、10年かかって、初めてわかる症状というのがあるかもしれないわけですよ。ということで、そういった研究は今されていますということです。ということで今日はこれまでにしておこうと思います。もし、これが結構いいなと思ったらいいねをくだされば、続きをやりたいと思います。今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。